皆さんこんにちは。人手不足をレスキューする長袖ビクトヒロ先生です。今日はですね、また販売者出ましたので、紹介していこうと思います。今日はですね、工藤さんのね2211というね車を紹介していきます。こちらの2211の車で初年度登録が令和4年の8月になります。2年前ですね。車の、ね、スペックを出していこうと思うんです。全長がですね9m44cm、 幅が 2m38cm、 高さが 2m96cm、 車両総重量が 14トン440kg、 最大積載量が 6900kg でね、富装さんの、まあ、このファイターはやっぱエンジンの排気量が大きいんですね。日野のね、レンジャーがですね 5.1L、まあ、5100、 鈴のねフォワード約ね5200、この富藤さんのファイターはですね 7500cc ですね、約なので、やっぱりそれだけトルクもありますので、7トン近くね、まあ、満載して荷物を積んだ時に坂道だとかすごく、力強くね走ることができると、あとまあ、 ドライバーによってはブレーキの効きがすごくいいとすることもありますね。この富藤さんのようにですね、アウトリガーは幅広タイプになっております。幅広タイプは 4m80cm と1センチ広く広がることができますので、より安定したクレーン作業が可能になりました。安全装置といたしまして、ML 警報型を使用しております。 ML 警報型の他にです、ね、ML 停止型というのがあります。 ML 警報型か ML 停止型、もうこれどちらかがついていないと、もう今後ね現場にも入れないと。ゼネコンさんの現場なんかはね、ちょっとそういった現場が増えてきております。正しくこのクレーン車を買うという点ではですね、このどちらかがついているということがですね、まあ、一つの、まあ、ポイントになってくると思いますので、はい、あとこちらです、オプションなんですけれども、三色灯をつけております。これ三色灯ですけれども、これが危険なのかどうなのかというのを判断するためにもね、この三色灯を、使用しております。このセンターパネルなんですけれども、すごくね、分かりやすくね、もうデジタル表示で、釣り荷重とか、定格荷重なんかも、ここで出るようになっております。イラストと文字でね、どのボタンがどういった操作をするのかっていうのもね書いてありますので、すごく分かりやすく、なってると思います。こちらの、クレーンなんですけれど、4段で 10m を採用しております。この4段 10m というのが高さがですね、やっぱり今まで使ってきた中で一番使いやすい長さサイズだったので、これを採用しております。定格荷重の中であれば、でも色も何でも釣ることができますので、例えばですね、よく行くセメントハウスなんかで、ね、釣ることもありますし、足場とか肩枠材他にもですね、フォークリフトの、ね、リーチタイプなんかもね釣ることができます。はい、ちょっとした小型の重機とかでもねクレーンで釣ることができます。仕事の7割ぐらいはね、やっぱクレーンが必要だと思いますね。アウトリガーなんですが、ハイジャッキを採用しておりますので、このようにね運ぶ作業が可能になります。これを運ぶのがやっぱバック砲ですね。それで地盤改良機なんかもね積み込みすることができます。こういったものだったら、ね、大体いけるんですけれども、ブルドーザーなんかを積み下ろししましたし、はい、まあ、ホイールローダーであったりだとか、はいはいはい、コンバインドローラーですね、はい、そういったものもありますし、エアダンプだとかコンパクトローダーとか、そういったものも積み込みできます。そうですね、はい、フォークリフトなんかもですね、はい、ウィンチを使ってですね積み込みすることができます。自走できないものなんかもね積み込みすることができます。同社のねフォークリフトなんかもウィンチを使って、積み込みすることができます。車のサイズがです、はい、ちょうど6畳狩りのコンバインが、ちょうど入るサイズなんですね。それ以下のコンバインだったらもちろん積み込みできますし、ね、トラクターなんかも積み込みすることできます。この後ろの煽りなんですけれども、はい、サイドの煽りよりもちょっと短く作ってあるんですね。こういったセルフした時に煽りを開けても地面と干渉しないように作られています。はい、鳥居のところまで前から水が入ってこないように蓋をもう張っております。鳥居の上からシートをかけるようになりますので、中の、ね、水は入ってこない仕組みになっております。小さくてもあるないでは全然違いますので、距離があることによっても後ろからの、ね、水の巻き込みを防いでおります。あとこちらですね、荷台なんですが、木の板を使用しております。重機なんかを積むときに木を採用することによって滑りを少しでもね、まあ、なくして安全にまあ作業、セルフ作業ができるようにしております。傷んでちょっとね、まあ例えば穴が開いたりとか、した場合はですね、そこだけね補修することができますので、でも経済的にこのね修繕することができます。続きまして、荷台のサイズは煽りの内々で2300、縦です5m28cm、 高さが49cm、 あと後ろがです10cm になります。エンジンの状態もですね、まあ若干ねこの辺りサビは出てるんですけれど、すごく綺麗な状態を保っております。この煽りを開けることによって、ここからね引き出してすぐ取り出せることができます。はい、煽りの内側にですね、昇降ステップがついております。すぐね軽い力でフッとね開けることができます。土をね踏ん張った時にね
滑ってね、落下することもないです、こういった内側を持ってですね3点支持で上がることができます。はい、あとこちらですね、スタンションをですね後方に、ね、立てるところがあります。スタンションの、一番上にねこのアイボルトがついておりまして、前についている、アイボルトでロープをつなぐことによってですね安全帯の、親綱としてね使用することができます。あとですね、あと真ん中にもね、スタンション入れるところがありまして、ここにですね2本入れることによってこう柱を作ることができまして、鳥居の真ん中にもですねアイボルトありまして、そこをですね、まあ、つなぐことによってテントをね、張った時にここをね頂上にしてね左右に水が流れるような張り方をすることができます。でこの内管なんですが、片側10個、両側でいうと20個ついております。スパンがね短くなってますので、最適な場所でですね、捕獲することができます。もうちょっと長めの内管を採用しております。捕獲する時にラッシングベルトをねこう折り返して使いたいなという時とかですね、入って横で止めたりとかするとこう長さ調整ができますので、そういった時にもねこの長めの内管っていうのがねとても、重要となってきます。スノーボックスの中に穴が開いてまして、ここから、ね、水が抜けるようになってます。ここに、ね、雨の日なんかこれ、ね、指突っ込んだ時に、ね、雨で濡れたりっていうことがないですね。せーの、はいはいはい、こうですね、はい、外観チェックをしていきたいと思います。いいですね、新車の、まあ新車と言っても差し支えないぐらいのね、まあ横前は全然問題ありません。はい、あと横キャビンの横側ですね、特に目立った傷はないです。回ってきまして、この辺りの、ね、サイドバンパーもねとてもいい状態です、ね、鳥ね、横の部分サイド部分大きい傷はないんですが、ここをちょっとですねちょっと反ったようなねそこがあります。後部ね、回ってきましたけど、ここもね、目立った傷はないです。回ってきたんですが、ここもですね、煽りボディともにですね傷は ありません。サイドですね、今度は運転席側で、後ろはねちょっとここが塗装が剥がれてるとこが1箇所あります。ここ煽りのところね、ここがちょっとね、若干凹んでるところがありますね。はい、残りは、特に問題ありません。と荷台の横のねライン見ていただけますでしょうか。空気とか多く積みますので、かなりのね補強をしております。曲がりとかですね歪みなんかは一切ございません。その中を走った時にですね、このアウトリガーのこの前の側ですねに泥がね付着しないというね、利点があります。次はね収納をねちょっと紹介していきたいと思います。鳥居の前面の収納になるんですが、まずこちらスタンション入れが2つ、でその奥にですねほうき立てが3つあります。ほうきでもね2種類のほうきを入れたりすることができます。運転席側の真ん中ですね、ちょっと小さめの工具箱になります。まあ、スペース上ね、最大限スペースを最大限に生かしたらこのぐらいのねサイズになりました。はい、運転席側最後部ですね、前面が丸くなった、工具箱なんですが、これはですね上にスライドして開けるタイプですね。はい、まあ、割と大きいサイズの工具箱がついております。はい、同様の工具箱が助手席側、一番後ろにもねついておりますので、それでいっぱいね道具を積むことができます。鳥居の前なんですが、こちらにねフックがついておりますので、このようにねロープをかけたりと、ね、することができます。こちら鳥居収納になります。両サイドにですね扉がついておりまして、取っ手を持って、ね、開けるとこのようにですねラッシングベルトなんかも収納できます。こちらね反対側も同じように、ね、同様の扉がついております。はい、中はね同じ仕様になっております。真ん中に、ね、長いね扉がついておりまして、上に開いていただくと、中にもね小物なんかを入れるスペースとしてね十分使えると思います。ですね、左右の扉の下の部分なんですが、横にバーがついております。レバーブロックをたりだとか、うちの滑車なんかをねかけたりすることができます。あとこちらね、車安全装備も本当にね充実しておりまして、バックカメラがセンターにねついております。バックソナーもですね後部4箇所に取り付けてあります。対象物との、ね、距離をですね音で知らせてくれるというね、このバックソナーもついております。障害物を発見できますので、かなりバック事故が減りました。左側のミラーのね背にカメラをつけておりますので、比較もねこのカメラがしっかり映し出すことができます。
ですね、荷台センターにもカメラがついておりまして、これがね、荷台カメラということでね、運転中も荷の状態を確認しながらですね、あの荷がほどけてるとかね、ちょっと動いてる状態がね、確認できたらすぐね、あの止めて、作業できますので、そういった意味も、そういった意味でもですね、このカメラ、重要なカメラと言えると思います。まず、運転席のシートの状態をね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、やっぱりこの辺りっていうのはね、乗り降りで、擦りますので、結構ね、破れたりとか、切れてたりすることがあるんですが、今はね、この車はですね、破れとかね、そういったものないですね。ですが、とても綺麗な状態を保っていると思います。次は本当にね、綺麗な状態で、維持できていると思います。ですね、車内の、状態なんですけれども、天井なんかもね、綺麗な状態を保っております。前面のね、ダッシュボードなんかもですね、ちょっと埃はあるんですが、ちょっと綺麗な状態ですね。もともとのね、ベースは綺麗な状態を保っています。中のね、収納スペースなんですけれども、ここもですね、割れてるとか壊れてるっていうことはないですね。この車は寝台がついていますので、ちょっとね、1泊2日とかのですね、運行でも十分ね、仮眠が取れると思います。オートクルーズもついております。演奏品についてはですね、後輩くんにちょっと紹介していただこうと思います。はい、かしこまりました。バックカメラ、左カメラ、2台カメラ、確認できるモニターとなっております。さらにこちら車内のドラレコのカメラ、後ろについてます外側のカメラ、計5カメラを記録することができるドライブレコーダーがついております。こちらもちろんお付けさせていただきます。 ETC2.0 とあと、カーナビ、ウッドさんのカーナビがついてるんですけど、こちらも付属となります。あとデジタコと AI ドラレコというものがございまして、こちらに関しましては別途システムが必要になりますので、取り外してのお渡しというのが基本なんですが、うちも同じものを使ってるんで、どうしてもそちらも欲しいということで、 AI ドラレコ、デジタコ、デジタコは先輩どちらに使われてるんでしたっけ。デジタコは富士通さん、ね、富士通さんのデジタコ、はいはい、なので富士通さんのデジタコ使ってるんで、ぜひちょっとデジタコもつけてほしいということであれば、ご相談いただければ別途かかりますが、お付けすることは可能です。別途ご相談いただければと思います。商品は以上となります。ホイールの方はですね、すべてアルミホイールが入っております。そうですね、この車、点検はですね、車検とか3ヶ月点検は、このディーラーさんでね、お願いしております。ユニックの方はですね、ユニックさんの方ですね、展示点検しておりますので、ご安心してお買い求めいただけると思います。こちらのお車はですね、車不走さんなんですけれども、仮想メーカーは、大阪八幡さんでね、作っておりますので、こちら、アスクということになっております。お電話番号でお問い合わせいただくかですね、動画のね、概要欄にあるホームページのリンクからですね、飛んでいただいて、問い合わせしていただけたらと思います。すいません、先輩、私の方からのおしゃまでの流れをご説明させていただきます。はい、価格ですね、お電話で聞いていただきまして、電車確認に来ていただきまして、ご納得いただきましたらご契約、お支払いの方が、リス契約で分割払い、もしくは、現金での振り込み後、納車が可能という車になっております。なので、早ければ1ヶ月以内、もっと早く、2、3週間で納車っていうことも可能ですので、そちらお気軽にですね、ご連絡いただければと思います。とリース会社さんに関しましては、御社様提携のリース会社さんご利用いただいても大丈夫ですし、弊社ご紹介の、銀行系のリース会社さんをご利用いただいても大丈夫です。またそちらもですね、お気軽にご相談いただければと思います。納車までの流れは以上、私後輩が説明させていただきました。はい、いかがだったでしょうか。今回は、こちらの2211富装ファイターの紹介をしてまいりました。重機を運んだ後に資材を運びたい、同じ車で行きたいっていう方にね、本当にね、持ってこいの車になっておりますので、ぜひね、お問い合わせしていただいて検討していただけたらと思います。出ましたら、紹介していきますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 TikTok、X、Instagram の方もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。ユニセルロジでは今後も新人ドライバーの研修動画を更新していきます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。